以前ダイエットで使った人が2人ぐらいいるんですけども、効きすぎてガリガリになっちゃってて、悪習慣をやめるってことでやった方法であってですね、はい、サトシキリンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、ちょっとこれはね YouTube で出していいのかどうかわかんないんですけども、非常に気をつけていただきたい自分の洗脳法っていうかリフレーミングですねについてお伝えしたいと思います。昔から宗教なんかこの手法一本でですね、以前ダイエットで使った人が2人ぐらいいるんですけども、若干拒食症気味になってしまって効きすぎてガリガリになっちゃってて、その方法を教えてくださいって前回でも YouTube でもあったんですけども、ちょっと控えてほしいっていうところではありましたが、ただ使い方さえ間違えなければいいかなっていうふうに思います。一番最初にやってたのは指しゃぶりをやめるとか悪習慣をやめるってことでやった方法であってですね、少し前にも話したんですけども、子供が指しゃぶりをやめさせる方法として、指をしゃぶってるのをやめるって言わせるだけなんです。子供に寝る前に子供自身に30回指をしゃぶりをやめるっていうふうに言わせるっていうことです。そうすると寝てく時に意識っていうのが頭の中に残っちゃいますので、指しゃぶりをするとわーってびっくりして、これやると、あと食いしばりをやめるっていうのをやると、実は不眠症になってしまったり、食いしばった瞬間にハーッと起きちゃうので、そんなに強力です。やっちゃいけないっていうのが染みついてしまうので、不眠症になったり、子供の場合は指しゃぶりをやめることによって指しゃぶりはやめるんですよ。必ず代償性の行動が出てしまう、問題行動が起きたり、チックが出たり、おねしょしたりっていうところなので、一番問題なのはそこにある根本原因を取り除かない限りは、何かから逃れても別の何かがうまくいかないことが起こるっていうことになりますので、ダイエットとかいろんな自分がダメだダメだと思ってる方に対して必ず何かから逃れた場合は別の何かがやってくると思っていただければいいので、それがちゃんと頭で分かった上でのリフレーミングっていうか意識を30回寝る前に言っていただくだけの話ではあるんですけども、だからその時に右脳側にアクセスしたいので、左半身に対して刺激を与えるということですね。で、左半身に刺激を与えながら30回寝る前にそれを言うというだけの話です。現実の目標に対して目標のその先を言っていただくとすごくいいので、だから痩せたいは絶対使っちゃいけない言葉です。痩せたい痩せたいって言っていくと、それが脳に入ると太るのが禁止になってしまうんです、自分の体の。だから食べようとしてももう食べれなくなってしまうってことが起きると、それが簡単に拒食症を作ってしまうということですね。だから痩せたい痩せたいって言っていくら痩せてっても元気になるんですよ。痩せた場合はただ元気になるんですけども、シワシワでガリガリになっても太ろうと思ってももう食べられなくなってしまうっていうことがありますので、非常に気をつけてほしいですけども、その刺激っていうのは何でもいいんです。まずやり方よりも何よりも注意点は、お金持ちになりたいもあんまり良くないんですね。お金持ちになると、お金持ちになったんだけど一人ぼっちみたいな、こうなお金持ちになるので、だから豊かになりたいっていうことだったり、あとは気分が良くなりたいですね。いいですかね、みんな。私たちは痩せたいんじゃなくて綺麗になりたいし、スタイルアップしたいし、スタイルアップしたいんじゃなくてスタイルアップして気分が良くなりたい。だからその気分に持っていく必要があって、その気分を味わうっていうことがすごく大切なので、イメージとしては何かから逃れる、要するに太ってる状態から逃れるために痩せたいではなくて、スタイルがすごく自分の理想のスタイルの人の写真かなんかを置いて、それをイメージしながらスタイルアップ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 したいっていうこと、左手を刺激を与えるので、左をちょっと反らします。左手を反らしながら、左手反らしっていうんですけども、左手を反らしながらスタイルアップで気分がいい、スタイルアップで気分がいい、スタイルアップで気分がいいとかね、くびれとか綺麗になるっていうことを言っていく。だから本当にスタイルアップビューティー気分がいいぐらいだったらいいんですよね。それを30回寝る前に言っていただくというだけです。そうするともう全然何もしなくていいんですよ。脳に刷り込まれた方向に自分が動き始める、その時に気分がいい気分を味わうことがすごく大切。だからいいですかね、スタイルアップして気分が良く気分がいいっていうことを感じながらこれをやっていくんですね。そしてこの柔らかい温かい軽い感じを
全体で自分でリンパケアをしながらそれをやっていく、それをじわーっと感じながら寝ていく、それによって自分が幸せな気分になれると幸せな現実が後からついてくる。いくら言っても痩せたいってやり始める人がいるので、それをやってしまうと本当に不幸しかなくって、回避行動ではなくって大切なのは今自分が闇の中にいて明るい方向に行きたいわけですよ。悩みから逃れたいわけじゃなくて明るい方向に行きたい。で、明るい方向に行きたい場合に光を見ないと、真っ暗の中で灯台の光が1個あればその方向に進む時点でもう幸せなわけですよ。その幸せな方向に進んでいくと光に包まれるっていう状態になりますので、その言葉を光の言葉にしないと闇から逃れるっていう言葉をやってる限りは闇はずっと追っかけてきます。でも闇の中に包まれていても光の方向を目指す、その光の方向をできるだけキラキラしたものをちゃんと思い描いて、それを30回寝る前に左手を軽く反らしながら言っていただくという形でいいと思いますので、キラキラしたのを思い浮かべて、いろいろ自分が男だったら細マッチョでもいいしモテモテでもいいし、気分がいいことを得るんであって、その気分が良くなるための条件、お金とか痩せてるとかそういうことではなくて、承認じゃなくって承認よりも自分が気分がいい、スタイルが良くって自分は気分がいい、めちゃくちゃ気分がいいっていうことを味わう、豊かだったら豊かさに対して自分が気分がいいってことを味わうことをやる、その時に味わい、より味わいやすくなるにはその気分っていうか柔らかい温かい軽い感覚を体に感じさせる必要があるので、まず体をケアして、ザーッとケアして深呼吸します、深呼吸します、深呼吸します、でスタイルアップして気分がいい、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 スタイルアップ気分がいい、それできるだけイメージで描けながら自分の体を感じながらスタイルアップして気分がいいって言って、また30回行った後にザーッとやってリラックスして寝ていただく、その気分の良さを感じるっていうことを毎日続けていただくと、それだけですごく気分も良くなるし、多くの人が条件をすごく求めてしまうと、すごい光の中にいるのに人と比べてね、私はあの子よりも可愛くないとか言い始めるので、光に包まれてもう闇の方向見てたら闇しか見えませんので、本当に光の中で穴の中に頭突っ込んでる人とか、頭からすっぽり袋をかぶっちゃってる人がいるので、それよりも絶対に闇の中で光見た方が絶対に嬉しいと思いますので、光の方向を見ましょうということになります。今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、それからですね、感想やご意見などありましたらコメント欄の方によろしくお願いいたします。そしてですね、チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いします。